幼稚園保育園にどうやって入っていこうかと、はあ、もう DM 送られないから、うん、もうこっちからあの会いに行こうと。そうやっぱり幼稚園とかとパイプをね、はい、その作りたかったんですよね。でまあいろんな全国の家具屋さんにもそういうところがあってね、で幼稚園にカラーボックスをね、あの寄贈してますとかって言うけど、カラーボックス毎年寄贈したってね、一個一個毎年一個ずつカラーボックス増えたって今度もらう方も迷惑だしね。最初はいいけど、だから継続的に幼稚園に何かこう入っていけるね、うん、そのパイプになる服はないかと、うん、いうことで、実は僕はある幼稚園の園長先生を紹介していただいて、でヒアリングしたんですよ。で、なんか困ってることないですかと、そしたら、いやたまたまね、あのバザーの出し物に困ってるって言われたわけ。家具のお話じゃなくて、そう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 、バザーの出し物。そう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 、なんか困っ、だから、バザーの出し物、へーって、出し物、そういうことなら俺は得意だぞとね。で幼稚園児が集中できる時間って最大何分ぐらいですかっていうと、最高で15分だっていうわけ。15分、うん、これは閉めたもんだと。じゃあ15分のいわゆるアトラクションを俺は作ればいいと思って考えたのが紙芝居。紙芝居、普通の紙芝居なんですか？いや僕が作る、僕はモノマネ紙芝居だったのに。でまあ絵は僕昔その僕は家具屋になりたいんじゃなくてね、漫画家になりたかったのね、子供の頃ね。だからね、まあ多少絵をこうたしなむ程度のことはやるんでね。でまあ自分で漫画を描いて、でまあ物語はさすがにちょっと僕釣れなかったんで、まあ本屋さんとかに行って、うん、僕のモノマネのキャラクターに合いそうなやつをこう物色してたね。それで作ったんですよ。それが4年前。4年前、そう、出ていくことによってどう結果的に、うん、あの机だとかの、うん、まあ、もうお母さんが来てくれるんですよね。いや子供が来る。子供が、もう子供がやっぱり僕の顔を覚えてくれてる。だって4年目でしょ、うん、でね、僕毎年ね、作品を毎年一作ずつ作っていくの、はい、だからでついにこの4年目今年はね、はい、オリジナル脚本でね、ついにあの新作紙芝居作りましたよ。でね、でそうやってやっていくと、考えてみて4年間やってるでしょ。そうすると一番最初にやった時のに年少さんだった子はもうすでに1年生でしょ。で4年間やってると、その、年少年中年長と3年間僕の紙芝居を見るわけよ。その子は少なく僕の顔を覚えてくれてるわけ。それで、ね、幼稚園に「すいません、これあの、机のねシーズンになったらぜひ配ってください」と。ただ幼稚園もね、そのこうやって配っていただいてね、で僕の顔写真入りの、ね、案内所行くと、やっぱ子供がね、あそこの家具屋行こうって言ってくれるわけ。だから最近はね、あれですよ、売り場でね、社長お客さんが呼んでますって言うとね、昔はねクレームだったんですよ。お客さん、え、うん、そう、今はね、子供もこうやって待ってる。子供心に入るのはものすごいインパクトあるみたいね。なんかすごく覚えてくれててね、まだ今年伺ってない幼稚園でも、まあ、何年も続いてるから、うん、もうその来てくれたりとかね、うん、うん、年間何回ぐらいのスタートだったんですか？ね、初年度が大体6公演、6公演しましたかね。でその次の年にはいろいろ口コミで広がったりとか、こちらからもいろいろ案内して、それが20公演になり、3年目で30公演になり、今年はだいたい40公演ぐらいしてますよ。なんで紙芝居をやろうってポッと思いついたんですか？で自分ができること、だからモノマネでやるでしょ、絵が描けるでしょ、アナログでできること、あんまりデジタルのこと僕苦手ですから。